その頃、まあ、僕老人ホームに勤めてまして、放射能とかもダメだし、はあはあ、マイクロソフト大嫌いだし、はあはあ、スーパードライ嫌いだし、はあはあ、くらいそれはちょっと因縁があるのでちょっと あまり言えないんですけど、はい、でも本当でも、はい、今これご存知のない方のために簡単にリュウジさんのご紹介したいんですが、当時各メディアで取り上げられて話題になりました無限キャベツですね。この発案者もリュウジさんなんですが、これまあどういった経緯でまずバズったのかご説明していただいてよろしいですか。あ、その頃、まあ、僕老人ホームに勤めてまして、料理をね 3,40人前作ってたんですよ、うん、でそれを SNS に備忘録としてこうレシピを載っけてたんですけども、なんかそれがこう見栄え的になんでこんな大量に作ってるんだろうみたいな感じとともにレシピがこうバズって、はい、その時は別に料理研究家になりたいとかそういうのはなかったんですけど、全部こうバズるから、あ、もうなんか料理研究家名乗っちゃえばいいYouTube ではこういった料理を紹介する爽やかな料理お兄さんという一面もあるんですが、もう一つの一面でこんな顔もございます。虚無ご飯ですね。寝起きでなんかやる気のない飯を作るっていうちなみに虚無ご飯の方で料理研究家が出す飯じゃねえと言いながらこれ料理を作ったりするんですが、例えばこちらの料理がございます。これちょっと説明していただけますかね。まあ味の素をご飯に振って、バター乗せて醤油かけて鰹節、うわ、うまみ爆弾、これめちゃくちゃうまいですよ。いや絶対うまいよ。でそして一言、こういうのでいいんだよ、こういうのでいいですね。うまい要素しか入ってないです。そう、うちのお母さんがよく作ってくれてた、思い出の味ですね。でこれ味の素入れないと全然美味しくない。美味しくない。そうなんですか。うちは味塩だったのよ。ああ、味塩も使いますね。味塩の何がいいかって、味の素入れすぎないんですよ。確かに。なんでかって塩味で調整できるから。ちょうどいい塩加減で入れるとちょうどいい味の素が入ってるから、僕はあれは味の素界の。あのカルピスウォーターだって言ってますけどカルピスウォーターを初めて飲んだ時、衝撃を受けましたもん。カルピスって大体自分で作ると濃いめになるじゃないですか。わかります。お母さんが作ると薄くなるじゃないですか。ちょうどいい黄金比率ってこれだったんだと思って大感動、うん、もっと濃いもんだと思ってました僕、ね、そう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 。だからうちの家庭はお母さんはそんなに料理はうまくないんだけど、味塩を使ってるセンスは良かったなあの同じく日本人の発明ですごいなと思ったのはハイボール缶。ああこれも普通のと濃いめのあるじゃないですか、ありますね、普通のも濃いめのもめちゃくちゃ黄金比率なんですよ、はい、いやあれ濃いっすよ。でもあれ結構濃いめの方の僕もあれ飲むじゃないですか、ベロベロ酔っ払うんだよねあれね。あれね、いい飲み方は割と大きめの氷に注ぐんですよ。あ、そうするとちょうどいいんですよ。割らなきゃダメですよね、あれ。あれ割らなきゃダメです。絶対直感で行くんで、直感はダメですよ。濃いめなんか飲んだ日にはもう こんな危険なもの出していいのかと思うんですよね。ほんとキャラクターもさることながらですね、これ超簡単レシピがリュウジさんの特徴の一つで、簡単なレシピ動画がバズる理由ってこれ一体どういうところにあるというふうにリュウジさん分析されてますか。まあ、だから世の中に料理が好きな人ってほぼいないと思ってるんで、なるね、1割ぐらいじゃないですかね、うん、すげえ好きっていうのはどういうことかっていうと、うん、なんかお金がめちゃくちゃあって専属のシェフが雇えるのにもかかわらず自分で料理するのが料理好きなんです。だからそういう人はもうほぼほぼこの世の中にあんま存在してないなっていうのが、うん、あの分かってたんで、じゃあそういう時にどうすればその料理に触れてもらえるかってなったら、まあ、簡単じゃないとやらないですよね、うんうん、それこそもう味の素を振って醤油かけてバター乗っけりゃいいみたいなのを、うん、あの料理と呼ぶことから始めようっていう、はい、ところですね。あとねやっぱ YouTube が出たのは大きいですね。あ、大きいですね。だからクックパッドの失敗はそこなんだよね。あ、もっと言うとそうですね、僕はもうあのクックパッド潰そうと思ってたんでそうだったんだ。クックパッドとクラッシュは潰そうと思ってます。クラッシュもダメなんですか。クラッシュはちょっと因縁があるのでちょっとあまり言えないんですけど、はい、でも本当でも、はい、これ実際これレシピを考える際のこれバズらせるこれ秘訣やコツみたいなのって、まあ、分かりやすくするのがもうほとんどですね、うん、そうすごい凝った料理ももちろんいいんですけど、やっぱり結構みんな情報で食べる方が結構多いので、はい、まあ、悪魔のとか、はい、虚無だとか、はい、あの思考だとかっ
ていうのを、まあ、とりあえずつけといたら興味を引けるっていう、はい、もうすげえ炎上しそうなこと言ってるけど大丈夫これでもね定期的にこういうのってバズってたんですよ、うん、過去もね、うん、テレビってやっぱ 枠があるじゃない、そうですよね、だからテレビの枠がやっぱり限られてるんだけど、うん、YouTube は枠無限なんで、そうですね、そういうところはあるかもしれないですね、そうですよね、うん、実は料理の作り方が分かんない人って結構いるんだよね、うん、俺なんかもう料理は科学だと思ってるからカレーの美味しい作り方っていうのがすごい頭の中残ってて、うん、カレーがまずかったらやることはバターと醤油と砂糖をぶち込むとそれやれば絶対美味しくなるから、うん、しかも結構な量、うん、こんなに入れんのみたいなぐらいの量を入れると絶対美味しくなる、まあ、そういうのがあって、うん、あの僕は科学だと思ってるんで、うん、旨味の要素を入れればうまくなるんですよ絶対。でもなんかよくわかんないオーガニック信仰者みたいな人って、うん、野菜炒めを作るときに野菜だけを炒めて、うん、塩かけて出したりするんですよ、うん、美味しいわけないじゃんっていう、まあ、まだトマトとか入ってたらいいんですけど、うん、グルタミン酸ね出てちょっといい、本当に青い野菜とかだけを炒めて、うん、出して入って言われてこれうまみねえじゃんっていう、うん、味の素かけりゃいいんだけど、あそういう人ってなぜか味の素嫌いなんですよ ね、 一番味の素を貶めたのはやっぱ美味しんぼですかね、まあ、そうですね、美味しんぼはかなりあるとは思いますね、まあ、でもなんかみんな美味しんぼを見てあのこう美味しんぼ信じてますけど、あれおかしいですよね、なんかね、だって書いてるの漫画家ですよ、違う、あのね、うん、美味しんぼは、うん、まあ、原作者が狩谷哲さんなんですね、うん、漫画家はまた別の方なんですよ、あそうなんですね、そうそうそう、じゃ 原作者の狩谷さんっていう方がすごい変更してるんですよ、うん、放射能とかもダメだし、うん、マイクロソフト大嫌いだし、うん、スーパードライ嫌いだし、うん、敵がいっぱいいるんですよ、あただその狩谷さんの原作の漫画とか見てみると分かりますけど、もともと狩谷さんってどっちかっていうと荒唐無稽な話をたくさん書くような感じの漫画原作者の方なので、そういう過去を知ってれば美味しんぼに言ってることお前マジで信じてんのみたいな、トースポ信じちゃってますみたいな、あーなるほど、トースポが書いてることを俺昔トースポに飛ばし記事書かれて、うん、全くの事実無根の記事書かれて、うん、弁護士に相談して訴えようとしたら、うん、弁護士から言われたのが、あの過去にトースポが真実を言ってるわけないじゃんって判決が出てますやばそれメディアとしてどうなんですかね、いやでもそういうメディアだったんですよ、ただこれトースポが事情を知ってる僕らはトースポは飛ばし記事を書く新聞社だって知ってるじゃん、うん、だからいいんだけどあなた知らないでしょ、うんうん、もう要は紙で読んでた頃の人はもうトースポっていうのはとんでもない新聞社なんだよと、うん、書いてあることも半分以上嘘だよっていうのをみんな知ってるわけですよ、でそういう判決も出てんだから、だけどそれが今ネットメディアに転載されてんじゃん、ヤフーニュースとかに出てくるじゃん、めちゃくちゃその美味しんぼ現象みたいなことが起きてるんですよ、いや本当です、ね、昔はカッパとかあのネッシーとかが土の子が出たとかね、が出たりでそれを頑張ってえいや違う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 って言ってるのが僕です、うん、